アエロフロート1492便炎上事故とは、2019年5月5日、アエロフロートロシア航空のスホーイスーパージェット100が、シェレメーチエボ国際空港に緊急着陸時に炎上し、41人が死亡した航空事故である。事故原因は調査中であるが、落雷が原因と見られている。アイロフロート1492便は、現地時間18時4分に、 シェレメイチエボ国際空港の滑走路 24C を離陸した。離陸後、およそ1万フィートで上昇を中止し、現地時間18時11分に通信機器の不具合を宣言した。その後、現地時間18時25分に緊急事態宣言を行った。離陸から30分後に緊急着陸を行い、炎上しながら滑走路を逸脱したと報じられている。 その後事故機は完全に炎上し、全損となった。CCTV の映像によると、機体は着陸時にバウンドしており、2回目の設置で出火し、機体後部が炎上した。5人の乗組員と73人の乗客のうち、1人の客室乗務員を含む41人の乗客乗員の死亡が確認された。生存者は37名だが、10名が負傷し、 このうち6人が病院に運ばれ治療を受けているという。スライドを滑る乗客の中に荷物を持って脱出している人々もおり、これにより脱出が遅れた可能性も指摘されている。生存者の証言により機体に落雷があった可能性が示唆された。パイロットは落雷により管制官との交信が不能となったようだったと話した。6900フィートの高度で、 無線機器や自動操縦装置などが使用不能になったとの報告があった。事故機はロシアのスホーイが開発した国産旅客機スホーイスーパージェット100だった。機体記号は RA-89,098。当該機は2017年6月に初飛行を行っていた。ソビエト連邦の男性作家。 劇作家であるムスタイカリムの名前が、機体の愛称として付けられていた。最大87人乗りで、12席がビジネスクラスで、残りの75席がエコノミークラスであった。機長は42歳で、定期運送操縦士免許を保有していた。事故までの総飛行時間は6844時間で、うち1570時間が SSJ-100 のものだった。 これまでイリューシンのいるマイナス76や、他にもロシア連邦保安庁で、小型機、トランスアイロ航空でボーイング737の飛行経験があった。そして、2016年にアイロフロートに入社、及び SSJ-100 に移行。副操縦士は36歳で、事業用操縦士免許を保有しており、2017年にアイロフロートに入社。 事故までの総飛行時間は773時間で、うち623時間は SSJ-100 のものだった。客室乗務員は合計3人であったが、そのうち機体後部に座っていた1人が死亡した。死亡した乗客のうち40人がロシア国籍、1人がアメリカ国籍を保有。このうち12歳の女性を含む26人がムルマンスク州に在住。 乗員1人と乗客2人が重傷、乗員2人と4人が軽傷、そして残りの27人が無傷だった。炎上後の自己既読立国家共同体の国家間、航空委員会によって1492便の事故の調査が開始された。2019年5月6日、i a c はプレスリリースでコックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーが 回収されたことを公表した。CVR は良好な状態で発見されたが、FDR は火災により高温にさらされており、大きなダメージを受けていた。アエロフロートロシア航空は、この事故を受けて、公式ツイッターアカウントのアイコンを、グレースケールのものに変更した。また、公式ホームページで、事故発生を発表した後、生存者の名前と、 ホットラインの電話番号が公開された。また、事故で滑走路が閉鎖され、アエロフロートロシア航空をはじめとする、シェレメーチエボ国際空港発着の便のダイヤが大きく乱れた。ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは、犠牲者の遺族たちに、お悔やみの言葉を述べた。ありがとうございます。